岩手県遠野市。今から100年以上前、柳田国男によって発表され、民俗学の原点にもなった遠野物語。その世界を体感できる博物館があります。遠野市立博物館です。博物館は企画展示室を含め3つの展示室に分かれており、遠野の歴史や民族について映像やジオラマ、そして豊富な資料から学ぶことができます。100年前に遠野物語が書かれた土地だということもありますので、遠野の昔話であるとか伝説の世界というのを映像とか実物の資料を通してぜひ実感していただければというふうに考えております。柳田国男が遠野を旅した時の印象を体感できる展示室では、大画面のシアターで遠野物語の実作品を上映しています。また遠野の山、里、町の暮らしや文化を紹介する展示室では、7メートルほどあるジオラマで四季を通した人々の暮らしぶりについて見学できるほか、実際に使っていた道具などおよそ100点の資料を当時の写真とともに紹介しています。遠野の成り立ちを紹介するコーナーの中心には地形ジオラマスクリーンがあり、遠野の創生神話と多くの不思議な言葉が浮き上がります。こちらのプロジェクションマッピングの技術を使ってまして、今映っているのは、遠野物語が伝わっていた場所を赤い丸で示していまして、映像をスタートすると、遠野物語の映像がこの地図上に映し出されますので、分かりやすく物語の世界を見ることができます。懐かしさと不思議さを合わせ持つ民話のふるさと遠野、その物語と歴史を伝える遠野市立博物館です。